MLB ドジャースの大谷翔平投手、29が29日に自身のインスタグラムで結婚を発表した。写真、前日28日の大谷翔平の姿最新ショットの表情。いつも温かい応援をいただきありがとうございます。と書き出した文章をアップ。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。と電撃発表。 新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、二人、一匹も、で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いです、とメッセージを寄せた。お相手は日本人女性です、とし、明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、 今後も両親族を含め無許可での取材等は、お控えいただきますようよろしくお願い申し上げます、と記した。インスタグラム全文、いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、二人、一匹も、で力を合わせ支え合い、 そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いです。お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げます。 アスタリスク、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 アススタリスク大谷は2013年に岩手、花巻東高からドラフト1位で日本ハムに入団。東田二刀流で活躍し、18年に米大リーグエンゼルスへ移籍した。2023年は3月のワールドベースボールクラシック、WBC、で東田で日本の優勝に貢献し、MVP に選出。 シーズンでは打者として44本塁打を放ち、日本人選手で初めて本塁打王のタイトルに輝いた。投手としても10勝5敗、防御率3.14で、史上初の2年連続、2桁勝利 &2 桁本塁打を達成し、満票で2度目のアリーグ最優秀選手、MVP に選ばれた。オフにフリーエージェント FA となり、FA、り プロスポーツ史上最高となる10年総額7億ドル、約1015億円の契約でドジャースと合意。自身2度目の右肘手術明けで、今シーズンは打者に専念する見通し。27日、日本時間28日のドジャースデビュー戦となったオープン戦の本拠地、ホワイトソックス戦に2番指名打者デスタメン出場して、2打席目までは見逃し三振。 二並びだだったが、三打席目に左翼へツーランを放っていた。